はい、皆さん今日もお疲れ様です。ってことで寒いね、寒い、お疲れ様です。寒いブルーマンデー、みんなお疲れさんです。お疲れ様です。月曜日はしんどい。みんなさ、基本的にさ、会社員の人ってやっぱ土日休みだ。普通の会社員ってさ、土日祝日休みなの？普通の会社員ってどうなの？平日とか普通の会社員って何？まずだから意外に少ないか、普通の会社員って。工場で働いてる人って会社員って言うわけ？ちょっとわかんないな、ちょっとわかんない。やっぱ基本的 に土日祝日なのかな、休みっていうのは。なんかそんな、なんか土日祝日、なんか残り4割ぐらい、なんか普通、なんか不規則だったりシフト制だったりさ、してそうじゃない？なんかなんとなく。ちょっと何言ってるか。あー、ちょっといいとこ攻めるや、それ気持ちいい。あー、好きになっちゃう。危ない、危ない。かっ、うわー、もう今適当にバット振ったわ。よかった、今。そっか、スプリットね、スライドカット、オッケー、オッケー、もう打てるぞ。あれ、有原さんだったら抑えられてた。有原さんでねえや。あの、あれ、上沢さんね。走ろう。ナイス。そしてよく見逃した。立つ。打率5割切ったし。はいやー。引っ張り警戒。バチッと捉えよう。さあさあさあ。さあインコース、ここよーく見てね。選球眼。はい、オッケー、はい、オッケー。いや、ランナー出しちゃうか、それ。確かに俺ゲッツー多いけどさ、俺ゲッツー多いけどさ、めっちゃよく見えてるよ。今日は制球は77、強いな。はい、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、制球感がいい。あ、帰ってきた、すごっ、帰ってきた。絶対帰ってこないと思ったけど帰ってきた。おかえり。うわー、走って、ナイス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 、オッケーオッケー、攻めてね。さあ、翔さん打っちゃう、ホームラン。うー、いや、外角かな、関係ねえ、引っ張ろう。翔さん引っ張るよ、よっしゃい、オレイ、流さねえんだよ、よっしゃ。一番飛ぶとこ打った、一番飛ぶよ、あそこが外角、広角ついてなかったら。さあ、ツーシーム張ろう。うわー、まっすぐ多いなあ。いいね、やっぱ基本的にはまっすぐだからね。抜けろ、ナイス、1点、いいぞいいぞ。さあ、ここの福永さんが渋い。はい、これはファーストライナー。流し打ち警戒、あそこにいるのきついな。引っ張り警戒だった。近藤が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。300か。あー、でかいでかいでかい。ちょっとカットボール強いかんね。変化量1の変化量マイナス1って変化量1なの？それどうなの？その辺どうなってますか？いい球、マジ？まだ行く、カットボール。いいよ。さあ、ちょっと分かりやすい配球だけど、どう？よし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 、そう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 。じゃあ、最後ツーシーム投げたかったけど、ちょっと我慢した、今。ビタビタのとこ行っちまえ、いいとこ取って、いやー、うまい。
破っていきました。バッターランナーは2塁まで。3点あってよかった、マジで。バッターボックスには岩村が。ゲー。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。さあ、ずっとビタビタぐらいに投げておけばあまり打たれないんじゃないか説、うん、ちゃんとずっと戦場に投げれてれば打たれないんじゃないか説を唱えたい最近。ただただあの配球、甘い配球とか関係なしに、ただただこうビタビタのところ投げとけば抑えられるんじゃないかっていう発想、最近の。取って、狭いぜ、攻め、東京ドームが。いや、打たれるな。外角、カットボール意識づけはいっぱいさせといて、でこれで抑えて頼む。よっしゃ、そうだよね、そうそうそう、あの球で抑えるための配球です今の、うん、あの球で抑えるよ、強いから。刺す、うわー、引っ張るかそれ。さあ、ここで切りたいね。これは抑えれんじゃない？どう？うわあ、うわあ、これは打ってくれ。ボール、まあ一塁の同点のランナーはしっかり警戒しておかないといけないでしょうね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。ちょっと迷ってんな、どうしよう。甘め、オッケー、オッケーオッケー、そうそうそう、追い込んだよ。打たれっかな。よーし、素晴らしい、松葉さん強え、安定感ある。オッケー、1点で抑えてくれた、ナイス、オッケー。代打出します、最近出してなかったので。リカーソン、狭い東京ドーム、穴開けてあれ、球場にエンタイトルツーベースや。それでホームランじゃなくていいから、エンタイトルツーベース取れ。今のはよく見ましたね。めっちゃ外角やん。それでも打つぞ、初球打ち仕留める。しゃあないしゃあない。うわぁ、フルカウントになっています。バッターは9番に入っている大島、有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。絶対センターに、絶対外角来るから、絶対、そしたらセンターに。引っ張り警戒にしてんだよな。いいとこ、そこしかない。そこしか落ちないぞ今、すごいとこ落ちた。あ、選択終わった、そうですね、ヒットでランナーを走ってきた、ヒットエンドラン。あ、いいよいいよ、ナイスナイスナイス。さあ、いい形になりました。さあ、追加点取ろう。足が速いランナーが出ました、2人。うわー、いいピッチャー来た。いや、タイピン出たし、ちょっと待って、代打出せるべ。あ、なんとかなる、絶対なんとかなる。 OK、ちょっと守備ミスんないね。あー、チャンス出ねえか。オッケー、行く行く。あ、でもタイピン消えた。オッケーオッケー、いけるぞ。まっすぐ張ります。オッケーオッケーオッケー、あれね、あれ打ち損じないように。いや、素晴らしい、ナイスバッティング。宇佐美さん代打成功、オッケー、代打構成成功。さあさあ、タイピンも消して、いい、いける、ストレート、ここ絶対、は
イヤーやっちゃった。取った。二塁アウト。ダブルプレイ。チェンジです。やっば。これ守備ミスんないでね。こうです。オッケー。ここでうわあマジか。ちょっとヒット一本打たれたら。ソフトバンクの勝田さん強いんだよな。バッターは吉田。よし。これ、ああ入んねえか。惜しいですね。サミエテか。手かじかんでる。さあ三球目は何か。いやーちょっとあれ振ってくれる人いねえんだよな。よーし見逃すね。マジで振って甘い。入っちゃったよ。これ入ったいピン。オッケーオッケーオッケー。まだ使うまだ使う。ちょっと変に変えるのも怖いんで。オッケー。この期待に応えたいですよね。そうですよね。これは一回ワンストライク取ります。これ絶対取れるから。やべー。レフト線破りました。セカンドランナーホーイン。変えます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。変えますよ。うわーマジかー。もったいなかったかな。ちょっと配球がねもう読まれてる感があるんで変えないと。松山さん頼むマジで。松山さん入りました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあいいとこゲッツ。松山さん松山ダブルプレイ。打順は1番に帰ります。バッター近藤。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。コーツダブルプレイでランナーなく。こんちゃん、こんちゃん。岩村先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。えぇ、くぅヒットになる。中継にボールが打たれる。ライト前ヒット。サヨナラのランナーも出してしまいました。さあそして打席には高橋が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ引っ張り切り返し、引っ張り切り返し。ある場面です。この局面を逃げ切れば勝ちなわけですから、強い気持ちで向かっていってほしいですね。なるほど、そうですよね。次が3球目。インコース。やべえ、どうしよう。何投げても打たれる気しかして。ここはストライクを取ってほしいですね。ピッチャーは苦しい3ボール。バッター1球見てくるでしょう。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。三振や。松山さん行け俺。よっしゃー。よっしゃー。試合終了。あっつドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。1点を争う大ゲームでしたね。暑いだろそれは。おもろおもろ。楽しい楽しい。うわあの三振はちょっと熱いね。ミノさんだよミノさん。勇気持ったな最後。すげえ。最後まで見てくれた方ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。また明日からは少しだけ頑張りましょうね。